こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマは、守護存在から、言いたいことで聞いていきたいと思います。ちょっと強めに、言われるような感じになるかなと思うので、そういうのが苦手な人はお気をつけください。はい、ちょっと、このカード自体もそうです。テーマ自体もね、言いたいことで聞いていくので、ちょっと、はい、そういう感じで、聞いていただければと思います。選択カードはこちらから A、B、C で用意してますので、お好きなカードお選びください。はい。本日、昨日からね、なんか知らないですけど、手をね、すごい負傷してるんですよね。はい。なんか事故ってますね。なんかわけわからない、こう、ハプニングがあると、私はいつもネットで、何々、スピリチュアル、なぜみたいなんでね、調べたりするんですけれども、はい。なんかね、そう、こんなになんかこう、ここだけなんですよ。この2本だけ。昨日はタルちゃんと遊んでたら、歯が刺さって、事故ですよ、本当に。噛もうとしたわけじゃなくて、歯が刺さっちゃって、流血。そして今日は、インスタント麺を食べようと思いましたら、なぜだか指をジュッと焼いてしまいました。大やけどですね、はい。もう5時間ぐらい氷握りしめてました。でも人体って不思議ですね。なんか急に痛くなくなりました。はい。というわけなので全然無事ではあるんですけれどもなぜって思いました。はい。まあまだまだ私も気づかされるようなことがたくさんありますから、はい、全然、正しい行動できておりませんので、はい、ちょっと私にも強めに言っていただこうということで、はい、そういう感じで皆さんも一緒に乗り越えていきましょうということで、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで A を選んでいただいた方見ていきたいと思います。守護存在から、言いたいことで聞いていきます。テーマカードはこちらのですが出ております。はい。通り道、再誕生、再生、うん、まあ新たな始まりという感じですかね。一度終わって新たな肉体になる。なんか新しい自分に生まれ変わるみたいなことですよね。そう、もちろんいつも通りの私なんですけれども、これからは新しいあなたに ならなくてはいけませんからということですね。はい。そんな A さんの現状をね、見ていきたいと思います。はい。ユニバースと、アセンション、はい、が出ております。はい、現状、なんか本当にこのターン、第一章としての A さんが終わる、完結されるみたいな感じですかね。で、アセンションが出てるので、多分本当に次の、章に入っていくっていうのかな。やっぱり1章2章まあ1とか2とかみたいな感じで、1が終わったらそれは完結されますよね。でそこでもう一つストーリーは終わります。でもそこからなんかまた2として、その続編としてレベルアップして始まりますよね、お話が。なんかそんな感じに A さんの人生の運びがなっていくって感じなんで、ちょっと不思議な感覚、になるかもしれないんですけれども、なんでしょうね、なんかまあそのアセンション前を感じている状態なのかなって感じですね。だからそう、私が怪我したような感じで、なんか物が壊れたりとか、電化製品がちょっと急に突然バタバタっと潰れていったりとか、例えばそのお仕事とか辞めざるを得なくなっちゃったとか、引っ越しせざるを得なくなっちゃったとか、なんか運気が悪くなったように感じるかもしれませんけれども、強制的になんかこう次のアセンション、次のステージにこう
上がっていくので、あなたにいらないものは勝手に処分されるというか、なんかその言い方だとあれだけど、なんかそういうターンに入ってるっていうのかな、うん、あの準備してまいりますみたいな感じ、アップデートすることになりましたので、この前まで使ってたこのシステムは、バグの元になりますゆえに、削除させていただきます、次からはこの新しいシステムの方でお使いくださいみたいな、うん、なんかね、今までずっとこうやって使ってたのに突然アップデートしたら全然違う形で戻ってきたみたいな、はい、なんかそのスマホとかでもねよくあるあるじゃないですか、なんかそういう感じに A さんの現状になっていくので、ちょっと現状としてはあれみたいなことはあるかなと思います、はい。でまあそんな A さんに守護存在から伝え言いたいことね、うん、あるみたいですので聞いていきたいと思います、はい。うんうん、本当になんか人と人すごい両方ともね、人間的な顔がありますカードですね、はい。なんか本当に関わりたくない人とか気分が悪くなることとか嫌だなとか悩まされるような対人関係は即刻処分願いますみたいな感じそう、不調和だったりなんか自分らしくいれない、なんか葛藤させられるような影響を受けるようなことは本当に邪魔なの、あなたのそのアセンションを妨害しているの、だから早くそれを捨ててよっていうために、それとその衝突しないといけないとか、なんか困りごとに、うん、としてA さんにほら嫌でしょこれね、嫌でしょ、だからこれはちょっともうあなたの世界から置いていってみたいな次にね進んでいくのにそれ邪魔になっちゃうのよみたいな、それがあるとエネルギーの葛藤が生まれておかしくなっちゃうから置いてってほしいのみたいな、はい、なんかそういう感じでね言われているので、なんかちょっと対立することがあるとかっていうものはちゃんと本質を見て選んでいかないといけないっていうのかな、うん、そう、だから人間的感覚で情とかありますじゃないですかなんかそういうの本当にもう必要ないから、うん、そうなんですよね、なんかすごくこう世界観を変えさせられるみたいな感じですかね、うん、なんか突然飲みに行ったりするの大好きだったんだけれども、そこに喜びを感じなくなっちゃったりとか、どうして私こんなに好きなのにとかっていう風に思うことになったりとか、なんかちょっとこうショックというかね、私大丈夫なのかなって思わされるようなことになったりとか、ちょっとこうあるかなと思うんですけど、そういうことが全てあなたにこう伝えたいこととして出てるから、本質を見てねみたいな感じで言われてるので、本当にちょっと覚悟を決めてほしいかなって感じです。もうなんかエネルギー的な流れでは強制流動っていうのかな、多分もうでも A さん自身がどっかで OK ですみたいな許可をしたんだと思うんですね、うん、許可したけどやっぱやだなとか、なんか変わるの困るなとかって思ったりするから、そんなこと許されるわけないじゃないですか、あなたがアップデートしますって許可をしたんだからやるに決まってんじゃんみたいなそう感じですね。だからまあ拒否し続けてても結局そのバグがね増えていく一方になっちゃって、結局せざるを得ない、で溜めて溜めて溜めてするってなると、まあ体にも心にも負担が出ちゃうので、今のうちからねどん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 もうしていこうよみたいな、ちょっと特大アップデートになるからこう大変に感じるかもですけれども、うん、大丈夫ですからみたいな、本当になんか機種変するみたいな感じですね今の A さんは、はい、だから中身は全く変わっていないんだけれども、機能性能が著しくアップデートされるような、はい、感覚っていうのかな、うん、そう、だから私 iPhone 使ってるので iPhone を
10使ってたら、次ね14か15が出る、14が今出てるのかな、14出てる、14にしますってなったら、あのケースとかね全部変わっちゃうんですよね。だからその中身は10の時から変わってないから、私は変わってないって思いたいこともあるかもなんですけど、でもどうしてもそのケース変わっちゃって、もう入らないんですよ前のケース。やったらあのそのケースを無理やりはめようとしたりとかってしないじゃないですか、うん、またいつかあの使えるかもしれないから置いとこうって無理じゃないですか。なのでなんかそういう感じでエイさんのその身の回りのものとか、うん、まあ、私が変わったからもう使わないって思ったらもう使わないんだな、またこの気に入ってるものがあのあるんだったら、今はこうね合わないけれども、こう、その自分、今の自分に合う形で同じようなものがあればまた手に入れたりとか、はい、するといいのかなって感じ。だから本当に入れ替わる、うん、ターンオーバーみたいな感じですよね、はい、になってくるのでよろしくって感じですね。はい、でもっと良くなっていくために A さんにアドバイス聞いていきましょう。はい、3の逆位置とマインド、はい、そう、なんかね自分でその収めてるっていうのかな、だから携帯アップデートするのに充電のコードにつないでいないとあのできないじゃないですか。で途中で電池が切れちゃったりしたらあの大変なことになるので、みたいな感じでちょっとエネルギーが今足りてない状況になってるので、あのその変動期が終わるまでは何かしようとしないでいただきたいみたいな感じですかね、うん、そう、だからあの今アップデート中なのに、あちょっとこのゲームやりたいってなっちゃったから、あのゲームのダウンロードしようかなとかってしたら、一生どっちもねあのこうなんていうのかな、満足にこう完成完了できなくなっちゃうじゃないですか。どっちも時間かかるようにしちゃったり、うん、みたいなことになるので、で結局ゲームの方先にダウンロードできたとしても本体がアップデートできていなければ遊べませんとかって言われて、結局その時間無駄にしちゃったみたいなことにね、あのなったりするので、まずエネルギーチャージ、その充電をして万全な状態であのこう新しいバージョンに変わって、それから好きなこと、うん、準備を整えてくださいっていうことめっちゃ言われてます。はい、うん、そう、なんか本当に、うん、なんかそうだな、人としてあの完成させる、まあ自分として準備を整えるっていうのかな、私は私ですというのを確立する、それをまず整えることから全てが始まるということで言われております。はい、ちょっとそのような感じで意識していただければと思います。で結果ね見ていきたいと思います。ジャスティスとインテンションが出ております。はい、ジャスティスはと本当になんかその準備するとか整えるとか、まずっていう感じがすごい言われているので、多分今とっちらかってるんですよね、意識もその本当に状況環境も、本当にそれを必要としてやっているのか、それはやらなくちゃいけないことなのか、今必要なのかっていうようなことをちょっとこうこちゃこちゃとしてしまってる部分があるのかなと思います。はい、だから寝る前とかにねあの SNS をあっちもこっちも見てなかなか寝れないみたいになったりとかっていうのがありそうな方なんですよね。なので今それ見る必要あるみたいな、本当にそれあなたに今必要なことかなみたいな、うん、今はね、早く寝た方が何よりもいいんじゃないみたいな感じで、うん、そういう、こう感覚、うん、常に今自分にとって最善、うん、な状態とか、何か何が起こっても万全な状態で挑めるようなこと
選択をできていますかみたいな感じで言われているのかなと思うので、ちょっとそんな感じですごく意識していただきたいかなと思います。なんかね、葛藤したらあんまり良くないっていうのかな。葛藤が邪魔なんですよね。葛藤しなくていいんですよ。あなたはあなたなので、だからどっちも存在させる人なんですよ。葛藤じゃないんですよ。それとそれが本当にこのシンメトリー、バランスよく存在するみたいな感じですね。誰とも衝突しないんですよ。ただただ善も悪も等しく存在しているみたいな、感覚ですね。だから自分に合う状況、環境にいる時って全てがすごく穏やかだと思います。なんか本当にやばい人とかがいても、その人とも別にバトることなく一緒に過ごせたりとかそう。ね、別に悪い人じゃないのに、いざこざになるなとか、なんでこんなちょっと嫌がることされるんだろうみたいなことが起こるっていうのは、ちょっと今の A さんには、万全な状態じゃないから、そういうふうなことが起こっていますよというので言われてます。葛藤のないような、バランスをしっかり自分で、測ってください。整えてください。準備をしっかりしてください。計画っていうのかな、ちゃんとしろって感じですね。A さんにとってのちゃんとをちゃんとしておくれっていう感じで言われてるかなと思います。普通にこれやっときゃいいだろうみたいなことをしても何も改善策にならないので、そこのとこよろしくって感じで、伝えられております。以上がね、A を選んでいただいた方のリーディングでした。何か参考になればと思います。よければチャンネル登録、高評価で応援してくださると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは B を選んでいただいた方見ていきたいと思います。今日のテーマは守護存在から言いたいことで聞いていきます。選択カードはノーイングが出ております。はい、はい、 H 私は私というテーマで出ておりますね。私でいなくてはいけないよということをね、言われているかなと思います。最近ね、このようなことを言うのすごく多いです。あなたとしてのアイデンティティをしっかり確立させなくてはいけませんみたいな、ことをすごく言われているんですけど、本当に、そういうことですね。あなたの H、あなたにしか感じ取れないものを感じ取らないで、どうすんだよっていうような、感じで、言われておりますけれども、そんな B さんの現状ね、見ていきたいと思います。わお、はい、本当の自分の気持ちと向き合えていない状況がちょっと今あるのかなと思いますね。で、そういう守護的存在とかなりつながりのある方なんですけれども、そのつながりとちょっと反発してるというか、聞いてあげてないっていうのかな。アドバイス言われたりとか、こうした方がいいよっていう導きがあるのに、いい、みたいな。今これ、しない。やりたくない。めんどくさい、みたいな。ちょっと自分らしさじゃなくて、自己中心的みたいな、感覚に、現状としては入ってしまっているのかなっていうのが、あるんですね。私の話を聞いていただけませんかみたいなのを守護存在はすごい言うてますね。でも A さんじゃない B さんとしては、これからどうしていくかっていうことに関して一生懸命考えてるから、邪魔しないでよっていう気持ちもあったりっていうのかな。一生懸命頑張りたいと思ってるのに、なんであやこや言ってくるの、これはこれで試させてよみたいな感じで、ちょっとキーってなるこれやりたいと思ってるのになんですか、できないんだよみたいな、
これしようと思ったのにどうしてうまくいかないんだよみたいな、はい、感じになるっていうのかな。うん。でも多分その本当は何をどうすれば一番いいのかっていうのは、みんながおし、守護的存在に限らず、なんかあなたの現実にすごく反映しているよみたいな、なんかまあ仲いい友達とかもその守護的存在と同じようなことを言ってくる、なんで君たちはみんな揃って同じようなことを言うんだいみたいな風にね、うん、ちょっと現状でなってるんですけれども、本当にそれが大切なことだからだよって感じですかね。ちょっと反抗期来ているのかもしれませんね現状として、はい。まあそんな B さんに守護存在からね言いたいことを聞いていきましょう。はい、本当になんか今すごく大事なタイミングっていうのかな、人生の変わる運命変化期みたいな、なんか本当にこう分岐点っていうのか、なんかそういう感じの、ターンに入ってきてるので、そんな時に予想見してるっていうのかな、今こっちかこっちかどっちかを選んでくださいみたいな、すごい重大イベントの時に、ちょっと待って、あっちのいちごケーキ食べたい、え、ちょっと待って、こっちのプリン食べたい、だからちょっと待ってくれるみたいな感じでやってるみたいな感じかな、 B さんが。うん、え、今私はさ、これ食べたいと思って、なんでそんな重大な決断を許容してくれるわけみたいな。はい、感じに思うかもなんですけれども、そう、それこそ、その重大なイベントを終えてから、いくらでも楽しんで食べていただいたらよろしいから、うん、まずはちょっとそっちに、その重大な選択を、選び終えた後なら好きなだけ食べれるから、ちょっと頼むから順番間違えないでほしいかなっていうのかな。そう、なんかそのもちろん自分のペースで選ぶことって大事なんですけれども、今選ぶ時ですよってもう出ちゃってる時に違うことをすると逃げという判定になってしまうので、見失っちゃいますよみたいな、うん、そう、だからね、ゲームとかでもこの先はすごい戦いになるだろうから準備できたか、はい、いいえみたいなので、そこではいを押しちゃった後に、あ、やっぱり装備ちょっと変えたいとかっていうのはそれは違うじゃないですか。だってなってって、あなたがもういいよって言ってここに来たんだからもうできないよみたいな、今更それやるってことはこうね、逃亡ということになってしまいますので、ここまで来たら一旦それ終わらせてから、その後でもいいじゃんみたいな、その後にやろうよみたいな、はい、ことで言われてるので、うん、そう、本当にちょっと大事にしてほしいかなって感じ、優先順位間違えないでほしいかなという感じ。ちょっともう本当にそれやっちゃったら大丈夫だから、もう頼むよって感じですね。はい、でそんな B さんにもっと良くなるためのアドバイス聞いていきたいと思います。ユニバースとコンフリクトが出ております。うん、そう、なんか本当に完成させちゃってください。成功、先に成功、幸せ、充実を手に入れちゃえばいいですからっていうことなんですよね。なんかそのこの今悩んでるというか、まあこう生きていくのに葛藤している状態の時にね、食べるものとか、まあそういう時に飲むビールとかって美味しいと思うんですよね。うん、こうなんか、あー人生大変だぜプハーみたいなね、したい気持ちももちろんわかるんですけれども、人生が
幸せ、もう甘くて仕方のない、もううまみしかない人生になったとしても、食べ物はうまいですし、ビールも最高にうまいです。はい、だから今の間にちょっとこの今しか味わえない、これを味わっとかないといけないからさって思う気持ちもあるかもしれないんですけれども、もう先に、完成させる、もう成功へ、成功を完成させた方がめっちゃいいんですよねって感じ。そうだから、その今のことを今その成功をさせないようにする気持ちっていうのは悪魔の働きかけと同じような感覚なんですよね。まあそれ自体が別に悪いことではないんですけれども、だからそのこれをやれば成功するのに、それをしないようにこう誘導されるっていうのかな。ただただ幸せ、自分がこういいエネルギーだけになるよりかは葛藤してもらった方がエネルギー的に美味しいので、なんかそうしていくようにそそのかしてくるんですよね。多分そそのかされてるんですよ、 B さんは。うん、そう、ちょっと待って、この成功しちゃう、完成しちゃう前に今のこのこれを味わっときたいから、ちょっと待ってちょっと待ってみたいなそう、だからなんだろうな、難しいな。なんか山登りで頂上にある山小屋で売ってる高い飲み物みたいななんかそういう感じ。なんかここだったらみんなが欲しがるだろうからってとこで商売を始めている悪魔がいて、それに全部乗っかっちゃってる B さんみたいな感じかな。うん、いやここでしか味わえないんだからさ、これ味わっとかないとみたいな感じでしてしまって、いつまでもゴールが遅くなっていっちゃうんっていうのかな。うん、でも本当はそれをも耐えて、その間の空腹も耐えて、全て終わった後に、山登りから下山した後に食べる麓のこの美味しいこうフルコースみたいなの、うん、同じ値段払ってるんだけれども、もう素材からして全て桁格違いのみたいな、なんかその山の上のものがダメってわけじゃなくて、だからジュース1本が500円するとして、麓まで降りてきたら、もうなんだろう、その500円で定食が食べれるみたいな、なんかそういう感じのお話っていうのかな。うん、っていう感じなので、もう今ここで飲んだ方が絶対うまいぜみたいな感じで、うん、言われてるから、ね、降りてあそこで食べようって思ってたけど、もう我慢できない、食べちゃおうみたいな、しちゃったりみたいなことをしているのかなということなので、なんか結論を後回しにさせられているだけなので、もう結論を完結させるだけで終わるんだったら先しちゃおうよみたいな。はい、ただただうまいところをあなたは取られてってるだけだよみたいな感じでちょっと伝わってきますけれどもね。はい、結果ね、見ていきたいと思います。ラバーズの逆位置とインテグレーションが出ております。はい、ちゃんと自分自身を正直に持っておいていただきたい。はい、なんか楽しくないとか嫌だなって思うこととかは本当にいりませんからそう、なんかこう、あ、ここで飲んどかないととか、ここで食べとかないととかって思ってしまうことは本来必要のないことですから。本当に大切なことは足りないとか不安とか、あなたに緊張を与えるようなことはしません。うん、本当に大切なことは、満たされている時にやってくるんですよね。
そうだからない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 って思ってる時にこれ欲しかったんでしょあげるよって言われることはだいたいトラブルに発展するようなことが多いんですよね。はい。だからお金ないですないですないですっていう人にはね、なんかそういうこう怪しいビジネスのお話がたくさん来るわけじゃないですか。なんかそんな感じで人生の、はい、中でもそういうことが多々起こりますから本当に気をつけてほしい。うん。だからどうしようどうしようどうしようって言ってたら今どうしようって思ってますね。じゃあこうしたらどうですか、これはどうでしょうか、これはこれはこれはどうでしょうか、これはこれはみたいな感じでいろいろねやってくるからもう完成させちゃってよ本当にっていうのはい感じですね。自分はここで終わらせるっていうことをしたらなんかそういう怪しい人たちとかそういうなんかこう困るなんかトラブルに発展しそうなこととかっていうのが来ませんから、はい、正直自分に正直して正直でいていただいたらいいだけなんですよ。なんか私はここを終わらせて本当はこういうことがしたいとかって思うんだったらもうそれに向かってねはい覚悟決めちゃってください、もう決断下しちゃってくださいよということでね言われております。うん、そうなんかそんなにその葛藤しなくても全部あなたは分かってるでしょみたいな感じなので分かるようにしてるかな、分かってよみたいな分かるでしょみたいな、はい、感じで言われてるかなと思うのでまあちょっとその足りない気持ちを他人に委ねるというか、その外部に委ねるんじゃなくて、自分で補う。うん。で、足りないことなんか本当はないように、生きてきてるはずなので、B さんは。はい。ちゃんと、その、守護的存在だったりとか、あなたを大切に思ってくださってる方たちの言葉に耳を傾けて、正しい選択ができるように、はい、していただければと、いうことで言われておりますので、はい、何か参考にしていただければと思います。ありがとうございます。よければチャンネル登録や高評価で応援してくださると大変嬉しいございます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい、それでは C を選んでいただいた方見ていきたいと思います。本日のテーマは守護存在から言いたいことで聞いていきたいと思います。選択カードはこちらコンシャスネスが出ております。はい、マインドフルネス、はい、でございます。直感 H 賢治、はい、知能力の拡大ということで出ておりますのでかなりパワフルな方だということは、はい、読み取れますね、これだけでも。はい、そんな C さんの守護存在が、違いますね、まだですね、現状ですね。そんな C さんの現状から、はい、聞いていきます。はい、 C さんの現状はハングドマンの逆位置とインテグレーションが出ております。はい、今は、外的要因からの考えに影響されているということを感じていらっしゃいます。はい、そうやって影響を受けてるんだけれどもそれについてどうしたらいいんだろう、自分はこのままこうやって、世の中のそのいろんな考えに圧倒されて生きていくのであろうか、私のこの持ってるパワーはどのように使うために持ってるんだろうか、なんでこのような辛い思いをしながら日々を過ごしているのだろうかみたいな、結構ちょっといろいろ考えてる方かな。うん、なんか普通ではない何かを持ってらっしゃる方なんだと思います。はい。で、最近ね、多様性とかっていうので、まあそういうその人とは違う人たちが、生きやすいように生きれるようにみたいなのがね、出てますけれども、なんかその、ちょっと、
ずれた感覚で世の中がねそれについて動いているので、だからより一層それってどういうことだろう、本当に自分は何を望んでるだろう、このまま何かこう頑張るべきなのだろうか、なんかもうめんどくさくなってきたなみたいなはい、若干そういう感じはあるかもしれませんね。うん、でも実はみんなとは違うこの自分っていうのをまあ認めたいというか、やっとなんかこうまあ認めることができたっていうのかな。はい、なんかそういうようなちょっと難しい感覚が、はい、出ております。ちょっと悩んでますかね、いろいろとこう複雑な世の中で、はい。でそんな C さんに守護存在から言いたいことをねありますので聞いていきたいと思います。はい、ストレングスとボイスが出ております。はい、あなたは本当になんかすごいパワー持ってるんですよ。そのパワーはめちゃくちゃいいものです。はい、内なる強さ、愛と優しさ、信頼、愛を与える能力、有言実行、強い意志、行動力、はい、他人には任せませんね。はい、そう、なんかそういうパワーを持ってるので、多分自分で何でもかんでもできちゃう方なんだと思います。はい、だからそのこのまだこの世に存在していないこととか、理解されないこととかっていうことすらも成し遂げれるんだけれども、まあ最近はねそういうその新しいアイディアとかに対してすごい寛容なのでね、かなり生きやすくはなってると思うんですけれども、中世とかだとねちょっとでも異物だと魔女だとかこう化け物だとかっていうので処刑されてたと思うので、なんかそういう感覚が魂に根付いてる、多分ねずっと長らく歴史を刻んできたみたいなはい、なんかこう、スピリチュアル全開なので多分ずっと見てきたっていう感じかな。なんか地球を観測するというか観察するというか、パワーを持った上で存在するみたいなタイプの方なんですね。はい、だから自分のその自己表現意思をこう全力でするぞっていう気持ちと裏腹で、その気持ちもあるけれどもそう簡単じゃないよなっていう部分もあったりとかっていうので、やろうと思えばやれるよ、やれるんだけど別にやらなくてもいいんだったらやらない方がいいよねみたいな感じにちょっとなってしまう性質があるかなと思うんですよね。でもなんか本当に過去は過去というか、その時代時代によっていろんなパターンでねありますから、またこうやりたくないとか怖いとかっていう気持ちになるかもしれませんけれども、でも今世の出来事は今世で行われることなので、あまりその身構えずにあなたの持ち前のパワーでやっていっていただきたい、表明していってほしい、はい、有言実行やっていってほしいっていうことをね言われてるので、ちょっとはい、やってくださいで、そんな C さんアドバイスね聞いていきましょう。もっと良くなるために今これをしておいてほしいということで聞いていきます。はい、エンペラーの逆位置とインテンションが出ております。はい、なんか本当はこういうことがしたい、これをしたいっていうのがありますよね。でもそれをするとモラルに反するのかな、なんかその自分にとってあまりいいとは思わないことが実は本当はしたいっていうのかな。でもなんだろう、そのそれは本当は自分にとって一番必要なことだけれども、なんか世の中的にそのまあ前世とかこの過去世でそれは良くないことだと思われていたことだから、なかなかこう今この今世は許されててもやりにくいみたいな感じであったりするのかもしれないですね。なんかそれをもし今ねやって罪になるとか、なんかその命
を問われるみたいなことでないのであれば、やっていっていきましょうみたいな、はい、取り返していくじゃないけれども、楽しんで学習するっていうのかな、今までのパターンだったら絶対にこうね、命を落として次のターンに行くみたいなことにね、強制連行されてたことを、今世だったらできるんだから、また死ぬのが怖いとか、また次になるって思ってできないとかっていうんじゃなくて、できるから このパターンでのパターンを学習してくださいみたいな感じで言われてるんですよね。だからその人生のこう起こることすべては、あなたが趣味趣向として楽しむために生きてることっていうのかな、なんか学習、この世界を観測しに来ているんだから、なぜその消極的になる必要があるのか、あの全てのことを楽しみながら、あの実行していく、感じ取っていくことがあのいいんだぜみたいなことで言われてるので、なんか本当に人とは違う感覚で、あの今を生きていただいたらいいのかなとすごい思います。はい、そんな C さん結果見ていきましょう。わお、いいですね。面白いね、両方とも真っ二つに分かれて顔がありますね。はい、だからその潜在的な自分と顕在的な自分、裏と表、理想と現実っていうのかな、なんか空想と現実、どっちも存在したらいいんですよ。だからこの今世 C さん、人間として生きてる自分は、それはそれとして確立させておく。でもそうじゃなくて、今までいろんな英知を体験してきた、いろんなことを知ってる、いろんなことを学んできた、体験してきたみたいな、C さんも存在している。それとそれは別物なので、なんか別として、こう存在しつつも、バランスよくシンクロさせていくっていうのかな、なんかエヴァンゲリオンみたいそうなのかな、なんか二人で一つで動かしていくみたいな、はい、なんかそういう感じなんですよ、 C さんは。だからその今現代を生きているあなたと、そうじゃなくてずっと魂として頑張ってきて刻んできたあなたっていうのと、また別でありますから、そう、なんかそれを全部一緒にする必要はなくって、なんかシンクロする、同じなんだけれども全く同じではないみたいな、はい、同じ痛みを感じるし、同じ、こうね、喜びも悲しみも感じるけれども、それとこれは別物みたいな、はい、感覚を知ってください。ハーモニー。はい。そうなんですよ。という感じですね。だから、シンクロ率が低い状態だったら、この状態で戦ってはダメよ、みたいな、ありましたよね。みたいな感じで、シンクロしてない状態で、C さんがね、頑張っていろんなことをしようとしても、なかなかうまくいかないんですよ。なので、まずシンクロさせること、自分とそのもう一人の自分が、はい、望んでいることについて、はい、だからこうプライベートを充実させれてなければ、やっぱりこう心はこう歪むというか、すさむというか、なんかいろいろ起こりますから、人間なのでね、ってなって本領発揮できないことになるので、なんかその過去世からの影響 でやりにくいこと、なんか難しいなって思ってしまってることを、ちょっとこの今世の私のパターンとして解消していくことを、ちょっとやってみてほしいかなって思います。はい、だから、私の周りに多いのは、そのスピリチュアル的な人たちはみんなね、恋愛系とか、そのなんか誰かと共に生活するみたいなことがすごい苦手な人が多いので、なんかその辺ね、多分同じ人多いんじゃないかなと思うので、ちょっと
今世のパターンの記録として取るために、ちょっと誰かと共に過ごすみたいなことを意識して持っていただくといいかなと思いますね。はい。うん。まあそれが、その自分ともう一人の自分と共存していくヒントになるというのかな。うん。人との関わりの中で自分との関わり方を知るみたいな、本当になんか新宿みたいな感じですね。はい、でございます。以上ね、 C さんのリーディングでした。ありがとうございました。何か参考にしていただければと思います。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。